今日の道内は荒れた天気となり、オホーツク海側の紋別では午前7時までの12時間でこの時期としては多い16センチの雪が降りました。湿った雪の影響で信号機には雪がついており、とても見づらい状態になっています。北見市でも市民が朝から雪かきに追われていました。根室管内では暴風雪のため公立小中学校など19校が臨時休校となっています。江差市では最大瞬間風速 26.5 メートルを観測するなど強い風が吹いています。夕方にかけても日本海側やオホーツク海側南部で吹雪や電線の着雪による停電などに注意が必要です。